Who dares to enter the mayhem? Jack Hole. おはよう。命。おはよう。予定よりちょっと早く起こしちゃったけど、調子はどう？頭も体もちょっとぼんやりしてるかな。それからね、断片化された記憶と性格の情報が不安定ね。魂の半分以上は孤立系の本体からダウンロードしきれていないみたい。 相変わらず彼もプレゼンテーションを返さないから、些細な盲点を見逃しやすい。天才ってだけで完璧なわけじゃないのに。だから友達が少ないのよ。本当、私自身がこの解決に専念できないことが歯がゆくてしょうがないわ。身体機能そのものに不調はないみたいだから、試運転と時代の認識も兼ねて。外の空気を吸ってくるね。ちょっと待って。 Jack Hope versus Cotton. Get ready to rock. 遊んでもいいけど。 Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. Jack O win. Duel two. Turn up the heat. Counter. It's not over yet. ならパーラーで七つの特訓な白衣グラマーをトレンディーなスーパーカーでハントして、ランデブーからのマンモスラッキーじゃない？え？王様？わお、ヤンエグじゃない？ Jack Hope versus Hanson. Get ready to rock.
Warhead, Duel, One, One. Let's rock! Roman, I'm sorry. I'm It's not over yet.存在の一部で、それを開示した人間すらゾルゲの概念で変動的でしょ。結局全てが暫定された偏見で、真理の答え合わせは不可能なのよね。自動的直感能力が高度な認識力だとしたら、独裁の戦闘能力には限界があるわね。 Heaven or Hell, Duel, One, One, Let's Rock!銀河の果てに旅行できるほど文明が発達しても、地球の海底を調べ尽くすことはできないって知ってた？謎というものはスケールに比例して難解になるわけではないということね。あなたを見ていると、人間の可能性もそこが知れないと再認識するわ。
解明した人と今朝庭の花が咲いたことに喜ぶ人、どっちが幸せかわかる？答えなんてないわ。ただこれに対してリスクの計算を始める人は不幸だと思う。難しい顔ばかりしてると幸せが逃げちゃうよって話。学ぶべきことが多いときは、覚えることよりも考える時間を長く取りなさい。意味を知らない歴史年号を100個覚えるより、一つでも有限に内容を語れる人の方が魅力的だからよ。Let's rock!
私がイノの天秤であることが関係しているのかしら。でもあと少し、もう少しで神になれなかったあなたたちにも安らぎを与えられると思う。それにしてもこの時代の魔法は随分汎用化されたのね。結局機械文明としての未来は避けられないのかしら。来たの？後でちゃんと帰るのに。やっと見つけた。余計な手間かけさせやがって。Heaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! ダメだもの！なんで、なんすか？もう、かっこいい！動けちゃう！もっと優しい！マジシャン？これいくよ！これかな？Duel 3, turn up the heat!
の断末魔がアンサンブルとなって最高の交響楽になる。あなたを壊すためにトルビノサーメンテで終わらせたい。コンティニュー・ジャック・オー vs. イノ Get Ready to Rock。まだ不安定なんだ。下手に動けば自分自身に負担がかかんだよ。ちぇ、自分だって不安定なくせに。ちゃんと後で帰るからもうちょっと遊ばせてよ。ジャック・オー vs. ソウ Get Ready to Rock。私を捕まえに来たの？もうちょっと待ってよ。そう言うな。お友達のソルバッドガイも連れてきた。ソル？あれ、君そんな名前だったっけ？確か、フレー、あれ？よく思い出せないや。なんでだろう。とても大切な名前のはずなのに。確か伝えなきゃいけないことで、一緒に、私はそのためだけに。でも君と一緒なら帰ってもいいかな。よし、狙い通りだ。では戻るぞ。いいよ。待て、仮面を取って顔を見せろ。いいけど。じゃあ飴ちょうだい。飴だ。複合補足剤なんだ。まだ原生定義が定まってないから、マスクの下とちょいちょい摂取しないとダメみたい。それは戻らなければない。本当は持ってんじゃないの？トリックオアトリート。 Heaven or Hell Duel 1 Let's Rock。 じゃあアダムに。
記憶データを統合し、ジャスティス個体としての情報セクターを上書きする素体復元ユニット、ユノの天秤を人類に還元する役目。でもごめんなさい、せっかくの再会だけど今はまだ半分だから、あなたのことはあまり思い出せないの。それでも心が激しく揺れるのを感じる。きっと昔の私は相当あなたを思っていたようね。そんなはずはねえ。それが本当だとしたら、お前はアリアはジャスティスの素体だったってことか。そんなバカな話があるか。あなたの心も感じるわ。とても激しい背徳の炎と戦ってるの。礼を言おう。待て。ソルバッドガイか。そう、今はあなたも半分なのね。